深北緑地内にある深野父津川違い以前の深野地震の池は中世から江戸時代まで川地国の広範囲にかけて存在した大きな池のことを言う。現在では深北緑地公園内にある人工池にその名を残す。太古の昔、かつて大阪湾は現在の大阪平野の奥深くにまで入り込んでいた。だが、淀川水系、 大和川水系によって土砂が流れ込んできて、次第に縮小してしまい、淡水湖化して、河地湖に、さらに縮小して、中世には、北東側に、深の地、南西側に、深海地という二つの大きな池となっていた。南側からは、大和川分流である吉田川と恩地川、北側からは、根屋川、さらに、生駒山系から流れる川が池に注ぎ込んでいた。地水は 西の深海池を経由して大和川、さらに淀川に流れ込んでいた。中世には深野池の中にあった島に、三河城があり、戦国時代には、三好市の本城である、飯森山城の市場であった。を囲む、範囲内が、かつての深野池のあった場所、三河に島があった。元六二年の貝原駅券による、気候文、南有気候に、 当時の深野池の様子が詳しく書かれている。要約文を記す。不幸の池は、深野地と書く。池の広さは、南北2里、東西1里、湖に似ている。その中に島があり三家という村がある。三家の村には、漁家が7から80個あり、田畑もある。この島は、南北20町、東西5から6町ある。この池には鯉、船、ナマズ、 ハスワタカエビウナギツガニ等が多い。漁船が多く毎日漁に出て魚を大阪に売る。また、レンミアシが多く、ミナトリもちいて、助けとする。ことにひしが多く、これを取って、飯や、団子やかゆにして、食べたり、菓子にしたり売ったりする。深野の池の周りには、約42、二村があるという。この池の水は、大和川に流れる。 川下より毎日商船が訪れ、大阪までは2里ある。宝永元年に大和川の付け替え工事が行われ、大和川水系の流れが深野池まで来なくなって、水位は減少。水が少なくなってきたところで、新州大谷派の走行生や南波別院の層、門戸が中心となり、神殿開発が行われた。神殿は北側からであり、いくつかは現在も、 地名として残っている。深野池に流入していた根屋川は、池の後の西側を北から南へ流れ、東から流れるいくつかの川と合流し、南西部で温市川と合流するようになり、深野池は完全に干拓され、水田化された。このような経緯のため、大東市中部は土地が低く、根屋川水系のいくつもの河川が合流するため、大雨が降るたびに、 生駒マ山系から大量の水が流れ、川が決壊して浸水の被害に遭ってきた。そのうち1972年の水害は大東市の広範囲にわたり地水に過死があったとして裁判となった。こうした水害をなくすための抜本的な対策として、まだ住宅地として開発されずに水田地帯であった場所に、 遊水地として深北緑地を作ることが1978年に都市計画決定され、1981年、改正した。緑地内に根屋川から残し流水を厳正するための人工池が設けられ、深野地と名付けられた。したがって、過去の深野池が縮小してそのまま現在の深野池になったものではない。ありがとうございます。